活動されている日本人のモデルさんと、あとは私の中学校の同級生でロンドンで美容師をしている子がいるので、その2人に会いに来ました。純粋にどういう気持ちで今ロンドンでお仕事をしているのかとか、あとはなんで海外で活動しようと思ったのかとか、そういうことがすごい純粋に話を聞きたいなって思って今回来ました。今は2人と会っていろんな話を聞いて、いろんなこと吸収できればいいなっていうのと、その中学校の同級生は久しぶりに会うのと、モデルの方は初めて会うので、純粋に仲良くなれたらいいなっていうふうに思ってます。で、私は今年の8月から旦那さんのお仕事の関係でベルギーに住んでます。で、日本ではもともと AO っていうブランドを友人と2人でしているんですけど、このベルギーにいる期間は相方のみどりんに任せるっていう形で、今ベルギーに来てるので、ただ私は今何もない状態、お仕事っていうのが何もない状態でベルギーにいます。今のその旦那さんとの新婚生活とか、彼の友達と遊ぶ時間とか、本当に毎日楽しくて、ベルギーに住んでいるっていうこと自体が私にとってはすごい刺激的なんですけど、もともと日本でブランドをして、こう自分のやりたいことを一生懸命頑張ってきたっていうのもあるし、その一番近くでこう彼がお仕事を頑張っていて、なんかこうお仕事、自分のキャリアをこうしていきたいっていう話を聞いたり、日本で友達がいろいろ頑張っているのを見たりとかして、なんか最初の頃本当になんか自分にはなんか何もないんじゃないかとか、なんか何もしてないことにすごい不安になって、こう焦りみたいなものが出てきてしまって、なんかこうただただ毎日幸せなのに、そこを考えるとなんかどうしたらいいんだろうっていう風に思ってしまっていた時期っていうのがありました。で、彼に相談したりとか、自分の中でもいろいろ考えて、このベルギーに、住む期間、1年4ヶ月なんですけど、日本ではできない、ここだからこそできる経験をしたりとか、あとはいろんな人に会って話を聞いたりとか、とにかくたくさんこう吸収する時間にしたいなと思ってます。なんか今後自分がどういう風に行動していこうとかも結構悩んでたりとか、どう動いたらいいかわからないって思ってる時は、なんかそういう先に何かをやってる人の話を聞くのが一番いいんじゃないかなと思って、今回、急遽イギリスに来ました。では今からこの2人と夜ご飯を食べていきます。Shut the fuck up, you're fired.
2時ぐらいまで飲んでて、ちょっと顔が疲れてます。1階から4階まで全部無料で見れます。でもう一個塔があって、こっちの方はチケット買わないと入れない。で今日来たらこの草間弥生さんの展示があったので、めっちゃ行きたいと思ったんですけど、ソールドアウトでした。残念。写真見たらめっちゃ良さそうだった。今日は最初マッピングヒルで、その後友達の彼氏さんとランチして、でその後ヘイトモダンに行きました。そろそろ飛行機の時間なので空港に向かいたいと思います。Thank you.